こんにちは、エルバスファームです。今回は以前よりレビューのご依頼を多くいただいておりましたソル 24W を購入してみましたので、どんなライトなのか見ていきたいと思います。個人的にも Amazon で販売されているのを見て、リーズナブルな割に高性能なこのライトがとても気になっていました。ただレビューを見ていると、品質が悪い、耐久性がないなど批判的なコメントも散見されましたので、実際どうなのかも気になります。ただ今回は購入したばかりで、使用自体はまだ全然できていませんので、品質や耐久性はまだちょっと分かりません。そのため今回は軽く使ってみた感じと、基本的に公表されている数値をもとにレビューしていくことをご了承ください。実際に使ってみた感想や植物がどのように育ったかなどは別の動画でご紹介いたします。では今回の内容は、まずソル 24W がどんなライトなのか見ていき、他の人気のライト、ヘリオス、ハス、ツクヨミ、アマテラスと比較しながら、そのスペックを見ていきたいと思います。では今回も見ていきましょう。ではまずはソル 24W がどんなライトなのか見ていきたいと思います。ソル 24W はグリムさんが発売している植物育成 LED ライトになります。外観は今人気のこのヘリオスと全く同じです。ただ重さを測ってみると、ソルが 294g でヘリオスが 391g となっており、中の仕様が異なることがわかります。重いヘリオスよりはスタンド選びには困らないかなと思います。続いてこのライトの一番の魅力である価格を見ていきたいと思います。価格は4580円ですが、現在値引きされていて、僕は Amazon で3980円で購入できました。価格の比較はまた後で行いますが、これは今人気の他の LED と比べるとかなり安い方だと思います。価格帯で見れば同じくリーズナブルでありながら使い勝手の良いこちらのモーセンさんの植物育成 LED ライトと同じ程度です。ただ公表されているスペック的にはソル 24W の方が高性能かなと思います。ちょっと比べてみました。もちろん消費電力に違いはありますが、単純に数値だけを見ればこの価格でこのスペックはなかなかだと思います。使い分けだと思いますが、多肉植物など強い光を好む植物に使うのはこちらのソル 24W の方が良さそうです。実際 Amazon のレビューを見てみると、価格の割にスペックが優れているというコメントが多くありました。ただ一方、先ほどもお伝えしたように、品質耐久性に問題があるというコメントも散見されました。その中で気になったのが、1ヶ月以内で使用できなくなった、暑すぎる、煙が出た、炎色性が高評価より低いなどです。耐久性については実際に使ってみてこれから試してみようと思いますが、熱いというのは確かで、先ほど使ってみたところ、熱くて触れないレベルでした。続いて照度を測ってみたいと思います。僕は照度計しか持っていませんので、照度でしか高評価と比較できませんが、実際高評価が出るのかを試してみたいと思います。簡易的な照度計ですので、多少のズレがあることはご了承ください。高評値だと40センチの距離で39600ルクスということでした。実際に測ってみたいと思います。これで大体40センチの距離になります。そして照度を測ってみると、36600ルクスとなりました。照度にズレはさほどなさそうです。他
他の公表値もこれと同じようにズレがないといいですね。では続いて他のライトとスペックなどを比較していきたいと思います。先ほどもお伝えしましたが、今回ソル 24W と比較するライトはヘリオス、ハス、ツクヨミ、アマテラスの4種類になります。また今回比較する内容としては色温度、PPFD、寿命、価格の4項目になります。これも先ほどもお伝えしましたが、比較する数値は公表値をもとにしておりますことをご了承ください。それでは見ていきましょう。ではまずは植物がどのように見えるのかを色温度を使って比べてみたいと思います。各ライトの色温度はこのようになっています。ソルとヘリオスが同じ 5800K、 ハスが 6100K、 アマテラスが 5900K、 ツクヨミが4000から 5000K となっています。数値を見ればどれもさほど変わりはなさそうです。一般的に数値が低いほど暖色系の色になり、高くなると白っぽい色になりますので、ソルとハス、アマテラスが中高色系の色になります。唯一ツクヨミの色温度は低く、実際にも暖色系の柔らかい色合いをしていますので、そういった色合いが好みという方はツクヨミがおすすめです。それぞれのライトの色を写真で撮ってみましたので比べてみてください。また本来の自然の色をどれだけ再現しているのかの一つの指標となる炎色性はこのようになっています。炎色性はこの値が100に近いほど本来の自然の色を再現できる性質が高いと言われています。ソルが96から 98.5 となっているのは個体差があるためと説明書に書かれていました。またレビューでは公表値に届かないようなことも書かれていましたが、実際に目で見る分には特に気になりませんでした。では続いて植物の成長に重要な役割を持つ PPFD を見ていきたいと思います。個と光合成を考えた場合に必要な明るさの単位として用いるのが光合成光量子速密度になります。これの頭文字を取ったものが PPFD と呼ばれています。 PPFD は植物が光合成に利用する波長の光を一定時間内、一定面積内に受ける光の粒の量として表した単位になります。簡単に言えば植物が感じる明るさの単位と言えます。どのライトが自分に適しているのかわからない場合は、育てようと思っている植物が必要とする PPFD を調べ、それに合った PPFD 値のライトを選ぶのがいいかなと思います。またそれぞれの値が分かれば、だいたいどれくらいの距離から当てればいいのかの目安にもなるかなと思います。そのため単に数値が高いから良いというわけではなく、植物ごとに適した PPFD は変わってくるかなと思います。例えば屋外の開成時の PPFD は2000と言われています。植物ごとに最適な PPFD は異なりますが、一般的に多肉植物で500以上は必要と言われ、観葉植物で10以上500程度と言われています。それを踏まえた上でそれぞれの数値を見ていきたいと思います。それぞれこのようになっています。ヘリオスとハスが特に高く、アマテラスとツクヨミが少し低い数値になっています。ちなみにヘリオス以外は40センチの距離から照射した場合の数値になっており、ヘリオスは30センチの距離から照射した場合になります。公表値を見るとソル 24W はヘリオスやハスなどの明るさに特化したライトに比べれば低い数値ですが、十分な明るさだと思います。僕はアマテラスとツクヨミをメインにアガベを管理していますが、それでも問題なく育てられていますので、ソル 24W でも多肉植物の育成は可能かと思います。続いて PPFD と同様に植物の成長に重要な役割を持つ波長も見ておきたいと思います。植物は葉緑素という要素を使って太陽光を吸収し、水と空気中の二酸化炭素から糖などの有機物を合成する光合成を行っています。その葉緑素の吸収波長域は400から700ナノメートルと言われています。その中でも第一に赤色の640から690ナノメートルと、第二に青色の420から470ナノメートルが特に大事と言われています。赤色の光は植物の身長に必要な光で、茎を伸ばしたり
面積を広げるなどの効果があります。青色の光は植物の形態形成、葉を厚くしたり幹を太くするなどに有効な光です。ソル 24W は自然光である太陽光に含まれる7色の可視光を連続的にバランスよく発光させていると謳っており、公表されているグラフを見ると青色が特に強く出ているようです。ただこればかりは実際に育ててみて植物がどのように育っていくのかを観察してみないと分かりませんので、これからこのライトを使って実際にアガベを育ててみたいと思います。その様子もまた動画でご紹介いたします。続いては気になる寿命を見ていきます。月読み以外は全て3万時間と公表されています。使い方によっても寿命はもちろん変わってきますが、どれもさほど差はありませんので、寿命で比較する場合は特に気にする必要はないかなと思います。ただソルに関しては耐久性がなくすぐに壊れてしまったというレビューもありましたので、そこは少し気になるところではあります。続いて価格と電気代を見ていきたいと思います。価格はそれぞれこのようになっています。価格は今人気のライトと比べるとかなり安いです。メーカー曰く製造工場に直接発注し販売しているので、中間マージンをカットしたおかげで実現できたそうです。実際に問題なく使用でき、植物もしっかりと育つのであれば価格的には素晴らしいライトだと思います。続いて電気代も見ておきたいと思います。電気料金は電力量を計測し、キロワットアワーあたりの電気代から1ヶ月の想定電気料金を出しています。今回はキロワットアワーあたりの電気代を27円とし、1日12時間使用したことを想定して計算してみました。詳しい計算方法などは別の記事でご紹介しておりますので、そちらをご覧ください。それをもとにそれぞれの1ヶ月の想定料金を出してみると、このような感じになっています。消費電力がどれもさほど変わりはありませんので、電気料金もどれも大して変わりはありません。今回はこちらのソル 24W の購入レビューを行いました。数値を見る限り価格的に素晴らしいライトだと思います。ただやはり実際に使用された方のレビューを見ると、品質や耐久性に問題があるということなので、その点がとても気になります。また実際どのように植物が成長するのかも気になります。これは僕自身が実際に試してみて、本当にお勧めできるライトなのかどうか今後調べていきたいと思います。その様子はまた別の動画でご紹介いたします。では今回はこれで以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。